はい、どうもこんにちは、ルチです。さあ今回はメグと化け物というゲームの体験版を遊んでいきます。さあこのゲームはね、画面手前にいるこの金髪の少女メグちゃんが魔界にね迷い込んでしまうと、そこでこうね、その魔界でも最強に近い化け物がいて、その化け物がこうメグちゃんを守ってくれると。で、化け物単体だとねもう最強なんで負けないんですけど、こうメグちゃんをね守らないといけないと、それまあちょっとね切ないような感じのある RPG ゲームですね。やってみましょう。さあ星が何かあんのかな。さあ、なんか姿を隠した未来のメグちゃんなのかな、現在なのかな。これが20年前に廃棄された研究所。大きいよね。あの赤い星を見上げると胸に込み上げてくる不思議な感覚、タイトル画面にあったあの右上のね、私の中にわずかに残っている不思議な体験の記憶、その手がかりがここにあるはず。はいはいはい、化け物との記憶。昔もここに迷い込んじゃってみたいなことなのかな。ああ、あるわけだ。ひときわ目立つシリウスみたいな感じなのかな。夜空を見るのが好きだった。ひときわ明るく輝く星があって、なぜだか見てると胸がざわざわする。あ、まだこっちの方だね。見覚えがある。ああ、やっぱじゃあ昔の話なわけなのね。私が小さい頃、母さんが勤めていたっていう研究施設。にしてはさ、汚れすぎじゃない？そんなに汚れるもんなんだ。めちゃくちゃ前なのかな。母さん、ここにいた時のことは全く話してくれなかったけど、どうしても知りたくてずっと調べていた。こっからね、見えるんだね。私が小さい頃に現れたあの赤い星、突如なんだ。ラジオで流れてるんだね。専門機関の発表によりますと、詳しいことは調査中だと。影響は地上にはないと、確認できないと。非公式ながら天体からデブリの存在が観測されているという情報もあり、現れたのも今から20年前。じゃあ26、7、8くらいなのかな。20年前に間違いなくここで何かがあった。もう少しで思い出せそう。これかな、無線機。今日電源生きてる。すごいな。通信記録が残っている一番最後の記録は、だから今のうちにメグを引き取りに行くね。なんと無茶をしたものだ。お母さんとかなのかな。ノイズの劣化で聞き取りにくいこの声、母さんの声とか。これ研究所なの。あ、子供の頃だね。じゃあこれが魔界なのかな。子どこ？あ、ねえ、ママって言ってますね。はぐれたと。まあ、探してたからそれか。お、いるよ。ゴブリンみたいなやついるよ。なるほど、いつまでマジックタール集めてるんだ。そろそろ帰ろうぜ。お前はついてこなくていいって言っただろう、ごらん。これ普通に話通じる系なのかな、メグちゃんと。友達やろう。さ、人形見てどう思うんだろうね。
さあお母さんを探すメグちゃん、すごい近づいてるねママはと、知らねえよ、なんだこいつこいつじゃないのかな、これは人間だ。ロイ見るの初めてだっけ。こっち側知ってるんだね。たまに迷い込んでくるが子供は珍しいな。いずれにしても迷い込んだ人間は俺たちの餌だ。お前食うか。いらね、俺はマジックタレが食えりゃいいと。このなんか落ちてる汚いやつかな、化学物質みたいな。だこいつがやっぱじゃあ化け物だよね。それじゃ俺が、あ、さあ泣いちゃうね。そう泣いたのを聞いて、お、なんか右腕がカニみたいになってるんですが、目がついてるぞ。何が起こってる。あ、泣くとこうなるのかな。魔界そのものに何か起きてるんだね。ここに出てくるわけじゃないんだね。冗談だ冗談。よしよし、そう落ち着いたみたいだね。お、懐くのかなこいつに。間違いないでやんす目が死んでるやつ来たぞ。うまそうな匂いが、やっぱりこの目はデフォルトで開いてるんだね。鼻が効くと、あ、でも狙われるわけなんだね。うまそうな匂いそっちマジックタールね、この汚い方ね。マジックタールなんか、あ、どっちにせまぼってくれるね。あ、来た。さあこんな感じで RPG なんですよね、ターン制の戦いで。なんだこいつ、取り付く島もねえでやんすこのたらまずは、いや体力見てください、これ99,999、負けるわけないよ。はい、パンチ49とかなんだ。3、9、めっちゃ食らえるじゃん。あと何万回くらいの、1万回くらい食らえるんじゃない。まあ終わりだね。戦いに勝利した。経験じゃないよね。なんなんでやんすかこれは強すぎるでやんす。親分マジックタール渡さねえママを探して、離れねえと。この色味あれだよね、モンスターズインクみたいな感じだね青と緑色で邪魔だっての。まあこいつはなんか親分的な感じだから、孤独でないんだね。一応こううさんくさい味方がいると。ロイに人間が懐くなんてことがあるんだな。仕方ない、一旦連れて帰ろう。泣かせたら多分大変なことになるんだよと。お、さあ魔界、ここに行けばいいんだな。いきなり移動していいんだよね多分ね。移動するイベントが、もう着いたっぽいな。あ、肩に乗ってたらしないんだ。ロイちょっと先行っててくれ。あ、急にいなくなる。なんかあんのかなあいつ、名前もよく知んないけど。間違いねえ、人間の子供が泣き出した途端にだぜ。
通信してるね。確かにあなたが確認した反応は、なんか人間っぽいけどね、こいつ。我々が予想した臨界反応の兆候と一致します。とっさに場を収めたのはいい判断でした。褒めて差し上げましょう。子供が懐いてしまっているのであれば、引き離したり排除したりするのは得策ではありません。今臨界反応を起こしてしまった場合、どれほどの破壊が引き起こされるか想定できません。こっちはそっちの世界と違って人間は敵視されてるしと。ロイに子供を終わらせてくださいと。回りくることしなくても、ね、始末しちまえばと。それやめておくべきです。泣き声がトリガーであることはあくまでも状況からの推測でしかありません。一定の条件を満たす声や音かもしれないし、脳波のようなものかもしれない。まだ認知していないものかもしれないと。子供をね、刺激しないように丁重に扱う。あ、これがやっぱね、マジックタールだっけ？何にもないね、この家。どうしたらいいんだよと。あいつゴランって言うんだね。こっち動かすんだもんね。マジックタワール。ねえ。なになになに？どうしたの？お名前、ロイ。そんなもんねえよ。あ、ないんだ。勝手にロイって呼んできやがるが。ロイ。私はね、メグ。4、5歳なのかな？何歳くらいなんだろう。もう一回話しかける。ロイ、ああ、繰り返してる。あ、またね。はい、どうしたの？ここどこ？オレンジ。お家？何にも、そう、何にもないね。汚ねえバケツしかないね。何にもないと楽しくないよと。さあ、ミニマリストがね、批判されてます。こいつはマジックタールさえあればいいんだね。マジックタール？食いもん。ガソリンみたいな。あ、めっちゃ怒ってる。泣いちゃうのかな。あ、指示通りにね。お、ここで今つながるわけだね。この人間が泣いたら世界が滅びるって。あ、この子に聞くんだね。あ、それは知らないよね。さあ、メグはママを探してるのと。魔界にいんのかな。あ、いるんだろうね。じゃあね、探してやろうと。話があんま通じないな、こいつ。あ、さ、同じ。泣く間もなくぶっ殺して。でもこいつは結構知的だね。
がかりはあるのかいと。あ、写真、写真いいね。あれ、あ、写真探しに行くのね。じゃあさ、どうやってここに来たんだと。まあでもこいつもね、迷い込んでくるって言ってたけどね。まあ、わかんないね。こいつより先にここにね、母ちゃんが迷い込んだんなら誰かが発見してるって食われてるんじゃないって思うけどね。集落の方に行って人間を見かけなかったか聞いてみるか。ほら、こういうモンスターに対して人間はね、基本的になんか揉んで与えるんだね。すでに食っちまってると思うけどよと。これ食べれなかったな。マジックタオル、世界で一番おいしい食い物だ。あ、さっきのやつだ。こいつが親分なんだ。どっちも下っ端に見えるけどな。親分やっちまってくださいと。人間の子供も一緒にいたって聞いてね。知らずに来たんだ、ここに。ご商売に預かろうかと思ってねえと。あ、食うと思ってるんだね。こいつは食わない。こいつに危害を加えたら世界が滅ぶんだよ。ね、頭いかれたと思うけどね。めっちゃ割れられてる。いいな、ここの絵いいな。めっちゃなんか、ね、ハートフルな。結局バトルですよね。俺は戦いはからっきした。ああ、1対1なのかな。あ、1対2か。あ、でほらメグちゃん来た。30。チュートレーラーないんだね。もう親分やりゃあいつは黙るでしょ。眠っとる親分。痛いわ。戦闘中喋るんだこいつら。あ、後ろにダメージが。あれあれあれ、これはもう全然意味ない。こんな99,000あってもこいつめちゃくちゃタクレやんす。ガキの方ビビってますぜ。あ、泣くのね。死ぬわけじゃないよね、さすがに。ロイはメグを守りながら戦うので敵の攻撃がメグに届くことはありません。あ、この心配度的なね、こうボコボコにやられてるからロイは大丈夫なんだけどやめてよ的な感情だよね、これはね。それを見たメグは心にダメージを負いますと。わ、悲しいね。見せたくない、一番ね、見せたくないこの光景ね。ゲームオーバー、一撃でめっちゃ重いじゃん。まず一人殺さないとね。これもあんまりだと思うよね、どうしたら。ほら、無念。親分いなくなったぞ。親分の方、いや。誰君。まあ、これならいける。殴られてるやんす。親分いないよ。あ、そうだった。親分はもう、のされてるんだ、でしたと。面白いな、こいつ。仲間になってくんないかな。まあ、ダメージは食らってないんですけどね。マギちゃん結構危なかった。あ、攻撃力上がったね。経験値じゃないのかな、どういう上がり方なんだろう。あ、いや強くなったことでなんかより危ない感じ出てるけど、勝って上がっていくのね。
長い付き合いでロイが強いのは知ってるけどよ、こいつをかばいながらだと思うように戦えなくてやりにくいってららしねえと。ああ。やなついてるんだね。あ、語りだしたよ。俺たち魔物の世界では人間は餌だ。そうじゃなくてもみんな人間を恨んでいる。なんかあのゴミみたいなやつは人間の世界から来てんのかな。マジックタール、こうなるのは分かっちゃいたが、家から出ただけでこれは先を見られずと。一緒にね、町に行くんだよね、集落に。あれ、人間たちの世界にはおもちゃっつうもんがあるらしくてよと。まあまあまあ、そうだろうけどね。おとなしくなったり喜んだりと。え、お前人間界を知らないからね、面白いね。おもちゃね。トイザースね、トイザースに。マジックタオルを食ってる時だけおとなしいから、そういう感じのやつだ。死にそうだよ。マジックタオルを食わせたら死にそうだね。うん。これモンスターの子供はいないのかな。ね、おもちゃくらいありそうだけど。人間たちの道具やら何やらが落ちてくるあさり場。やっぱ人間界から一方的になんか来るんだね、ここに。お前の腕につけてるのもこっちのものじゃない。あ、それを見つけてこいつがつけたら通信ができてみたいな。なんか人間わざと送れんのかな、こっちにね。あ、違うのかな、これか。まあそんなところだぜと。違いそうだね。おもちゃを探しに行こうと。まあ、トイザラスみたいなもんですね。アサリ場という。あ、ま、マジックタールもいっぱいあるんだ。やっぱじゃあなんかのね、化学薬品的な。邪魔だな、はい。思い出したわ。町外れに住んでてマジックタールばかり食べてる変わり者のロイ。やたら喧嘩が強いって噂だったけど、そうだったのねと。生きてるんだね。あ、急に魔界統括評議会本部。お偉いさんだ。ちっちゃいな、ほとんどちっちゃいけど。なんか友達になりそうだね、メグちゃんの。強制的に。定期報告会。我が輩グスタフ。ポールゾノについて調査を行った結果、不可侵条約を犯す危険性は低い。対処はなし。ポールの調査って今回で何十回目？そんなやってるんだ。何を言う？人間が我らが魔界に住み生活している以上、定期的な調査は必須であり。あ、ポール人間なの？人間が魔界に住んでいると。ナンシー。特になし。レン。特になし。長老みたいな。セバスロー。なんか言うんじゃないの？もう一発ぐさっと。この世界に何がありそうだみたいな。何もないの？何もないのね。あ、ザコ来た、ザコ。すごい。おい、なんだこいつら。見すばらしいとこでやってるぞ。報告でございます。人間の子供をペットのように連れ歩いているものが、確かにそれは問題だろうね。ロイ、珍しいケースなので報告をと思いまして。おい、明かりを消していけよ。雰囲気出るからな。確かに出てるね、全然違うわ。よく見たらでもカーペット汚いもんな。
久しく見てないわと。この子なんか友達になりそうじゃない？こっちかな、背丈が多分同じくらいなんじゃないかな。そやつが不可侵条約を犯すようなことがあれば、どいつなの、そいつは不可侵条約。どうせグスタフが対処するんでしょ。リーダーだ、リーダー。これ仲間っぽいけどね、何の権力持ってなさそうな。セバスロはどうお考えか。ここで何か言うんだね、重要な一撃を。寝てますね。あ、む、ご意見を伺いたい。ご意見、意見ね。わしはそうじゃな、お前さんの言う通りだと思うぞ。よっと、なるほど、何かしらの対応が必要だと。対応大事、すごく。あ、敵なのかな。人間を連れ歩く魔物となると捨ておけませんな。え、人間を。あ、いや、そうじゃ、その通りじゃ。うん、不可侵条約、人間と魔物との感じなのかな、この感じだとね。人間界と魔物界なのか。一丁締めで締めようと。いいね、いい感じにダサいね。あれが多分裏側の動きなのかな。集落からだいぶ離れてるけど、あさり場。あー、ドライヤーとか時計とか冷蔵庫、ミュージック、なんだっけ、なんか音楽聴くやつとかね、 CD。 楽しい感じになるか。あ、 DVD ね、 DVD、アニメ、多分違うね。あとプレイヤーとテレビがあればね、いけるけど。あー、スコップかな。あ、これ魚、あ、魚は本当全然違うわ。ここに確かになんか伸びてるね、食い物の残骸ね。お前食うか、いらない。あ、来たよ、ロケットみたいなやつ。なんかお人形とかじゃないんだね、ロケット。まあでもそっか、お母さんがね、科学者的な感じだと思うんで、興味あんのかな。ロケット飛ぶんだよ、宇宙に行くの。ずっと上にあるお星様がいっぱいのところ。何言ってんだ、宇宙って場所に行くための乗り物っていうことか。お、やってるね。上に飛ぶの。あ、いいね、ここの絵もいいね。そう、 目で追ってる、自分で。自分で上げながら目で追ってるね。戦いの中でおもちゃ使って気を紛らわせるんだ、殴られながらね。お、来たぞ。お、ちょっと強そう。縄張りなんだ、ぶっ殺してるぜ。お、行かれたやつ来たぞ。ただ行かれたやつが。おもちゃを使って切り抜けろ。え、いるの、わざわざ。捕まっ、くらえ。ああ、すごい食らった。おもちゃを使うとメグの心ゲージを回復できる。回復少年、なくなっちゃうのかな、どうなんだろう。ああ、さっきのやつだ、出た、目で追うやつ。
おお、回復したね。てめえ盗んでたな。でかいな、こいつ。ね、ガサり始めた。お、おもちゃは？あ、なくなっちゃってる。殴れ殴れ。あ、強いこいつ。カッターナイフ。切りつけてきた。うお。この辺漁れば使えるものが見つかるかも。あー、普通にこう、あ、攻撃するんだね。漁ってから殴りに行ったんだ。いい感じの棒、振りやすい。敵電動ドリル怖い怖い怖い。扱い方分かんなかった。オッケーオッケーオッケー。漁れ漁れ。いい感じの棒、武器なのか。基本的におもちゃじゃないんだね。念入りに吟味しあさっている。いいものが出てきそうな予感がするぜと、気がするぜと。強力な攻撃ね。一つ前のターンで前兆となる攻撃。あ、ガードしろってことね。釘バットこの右手で守ろう。あ、マジで危ねえ。漁らないと。ボールいや、おもちゃじゃない、それは。シュート。いや、もう何もないんだね。いい感じの棒、めっちゃ棒あるな。棒、ああ、出た、ボール。うわ、やばいやばいやばい。結構まずくないか、これ。缶詰。食えるのか。メグに食べさせてみた。缶詰だから大丈夫。おし、助かった。危ねえ、あれ、これ大丈夫だね。ボール欲しい、ボール。あったな、ナイフ出た。でもこいつ怪我してるよね。まあ、傷跡かな。どうついたんだろう。悔しいガンタの方がいや、まあ棒とボールしかほぼ使ってないけど。今からこの場所あんたの場所だ。この土地の権利書、あ、まあ、あったらごめんね君のもんじゃん。じゃあちゃんと君の場所だったんだ。申し訳ないんだけど、暴力で奪ってよ。ただもう権利を取っちゃったよ。あ、強くなったね。守備力はなんか意味あんのかな。スーパーパンチ。それじゃあおもちゃも手に入れたし、集落の方に行ってみっかと。疲れた。かわいそうに倒れてるな。人間軟弱なんだと。明日にしようと。いや、面白いね。まあ世界観的にね、魔界っていう怖いとこですけど、まあだいぶね、優しいポップな感じになっててね。こいつにひどいことしてるけど面白いゲームですね。まあストーリー的にはね、メグちゃんを守ってどんどんお母さんの足跡痕跡追っていくのかなと。